ははいこんにちはパーカッションとです今回は前回あげたコンガのプラスティックヘッド本画風にリメイクしようっていう動画の続きでございます。なんとまさかの続編ということでね、前回あげた動画を自分でね、確認してプレイバック聞いてみたら、なんかね、今一つと、まだいけるんじゃないか、まだできることあるんじゃないかと思いまして、えー、トゥンバドーラ、まあ、他のね、コンガとかに、えー、ボキシ加工をしたり、ミュートしたり、チューニングしたりね、いろいろ試しました、あれから。はい で今できる、僕ができる、もうベストは尽くせたんじゃないかと。むしろもうこれ以上やるの無理というぐらいね、本側に近づける過程を終了しまして、今もう完成しております。はい。なので、いきなりですけど、ちょっと叩いてみますので、まず皆さん聞いてみてください。 はいといいとううよなな仕上がりになりにましたいかがでしょうかかなり本顔に近いサウンドに、ね、なったんじゃないか近づいたんじゃないかと思いますけれどもぜひ感想などあればコメントに書いてくださいはい、まあ、僕もね100%満足しているっていうわけではないんですけども、まあ、現状これがベストかなと今できる最善すげえ頑張って頑張って加工してこんな感じっていう参考にしていただければと思いますはいじゃあここからはね僕はどういう加工をしたのか前回のエポキシ樹脂の 加工以外にどういう加工をしたのかどういう過程を踏んだのかっていうのをちょっと解説していきたいと思いますので、まあ、興味があればね参考にしていただければと思いますはいではまずは今画からです今画は前回と同じ前回のままですね裏面にエポキシ樹脂が塗ってあって固めてある状態になっているとでチューニングをね結構上げましただいたい D が聞こえるくらいまで上げてこれぐらいまで上げるとこのオープンスラップの音が結構本画っぽくないですか はい、これが鳴ることに、ね、気づいいて、えー、これぐらいまで上げまましたここまで上げてようやくすべてのサウンドがバランスよく聞こえるかなっていう感じですで感想としてはねこのエポキシ樹脂やっぱつけすぎましたねだいたい目分量で 50g ぐらいつけたんだけれども多分ね30から4 0ぐらいが適量かなと思いますすごい くくななるるんですけどやっぱね鈍くなる反応が鈍くなるのとマイクのりがちょっと悪くなるっていうのとあとこの低音成分が強いせいだと思うんですけどちょっとね湿っぽい感じになっちゃうっていうかなあんまり乾いた感じのコンガのサウンドを出したい時にはなかなか厳しいところがあります。はいまあ、すっっごいい分厚い革だと思って叩けば いいんですけどね結構頑張ってストロークしないとなりきりませんのでもしやる方いらっしゃったらね多分 30g から 40g くらいがいいかなと思いますねはいでは次トゥンバですこの2つがトゥンバでこっちが F こっちが G にチューニングしてやりますはいこれがねめちゃくちゃ苦労しましてこのコンガは一面にエポキシー塗ったのでちょっとやり方を変えてみようと思って特にこのトゥンバは低音 低域がグングンって抜けてくれれば、まあ、それでいいかなと思ったのでこの画面の中心にね中心にだけウエイトが乗るようにエポキシをちょっとまとめて固めてみました最初ははいで結果から言うとそれは失敗で、えー、低域は出るようになったんですけれどもこのプラヘッドの倍音が消えない、えー、高い倍音ヒン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 っていうようなね 何とも言えない嫌、えー、な倍音があるんですけれども、まあ、それがなかなか消えないとでどうチューニングしてもそれが消えなかったのでやっぱりねセオリー通り低音をプラスするには真ん中だけでいいんですけれどもこの画面の外側この縁の部分にねウェイトミュートがないと高い倍音は消えないんだなということが改めて分かりましたなので次にこのセンターのエポキシプラスガッツリねミュートしました、えー、ジェルミュートワムブッカーのキックダンパーっていうね ミュートを持っていたのでそれをつけてみたんですけれどもこれもね結果から言うと失敗でございましてこのついている分は高いバイオンを消すことができたんですけれども実際にこう叩いた時にこのプラヘッドに触れている部分この部分の座面が薄いとやっぱりね変なバイオン出ちゃうんですよ。はい。じゃあどうすればいいかっていうとうこの 打面の裏面にミュートが貼ってあるとしたらそのミュートが貼ってあるところを叩く例えばここに貼ってあるとしたらこの辺りを叩くとトゥントゥントゥンっていうね結構まとまった太い、えー、こんがらしい音を出すことができるんですけどもやっぱこの座面っていうかね表面が薄い部分を叩くとヒンヒンヒンっていうような。 音が鳴りやすいということがさらに分かりまして、えー、結果このような形になりました。はい、センターエポキシプラス上下にミュートですね。かなりがっつりミュートして、こういう仕上がりになりました。はい、これかなり満足してまして、このオープンの太い感じもそうなんですけど。 モフの,のね「む」っていう感じが結構本側に近くなったのではないかなと思いますはいなのでもしね例えば、まあ、ジェルミュートじゃなくてもガムテープなどで加工をする場合ですねテープミュートをする場合はセンター真ん中に重さが来るように貼るプラスこの縁ですね縁に貼るでさらにこの手が当たる部分叩く部分の裏側裏面にテープが貼ってあって でその層が分厚くなるようにすると割とこういうまとまった音が得られるのかなと思いますので是非試してみてくださいガムテープでやる場合はね1枚2枚だと多分効果をね実感できないと思うんですねこう目で見て明らかに分厚くなったなっていうぐらい貼る重ね貼り多分ね10枚ぐらい <laughs> 重ねて貼らないとこういうまとまった音にならないずっと倍音が出ちゃうような音になるかなと 思いますので、まあ、参考程度にしていただければと思います、はい、で最後キントはエポキシも、えー、ジェルミュートもなくねテープを少し貼っているテープミュートだけですはいこのスキンディープって結構高いチューニングであれば、まあ、そんなに気にならないのかなとあのボンゴなんかもそうなんですけれども高いチューニングだとね結構いい感じなんですよこれもまあプラ感はあるんですけれどもサウンドとして 全く問題ない結構ね飛び道具的に使うキントとしてはこういうサウンドでいいかなと思いましたので、まあ、これはこのままにしたっていう感じですね。でやっぱり「コンガ」とか「トゥンバ」チューニングで言うとねだいたい F から C の間が一番難しくて、えー、その間でいい感じの低音と、まあ、余計な倍音が乗らないようにする、えー、そして全ての。 サウンンドががバランスよよく出るるうににすすのが、ね、本当に難しいです、はい、ただ一回がっつり実験していろんな調整をしてねあこうすればこういうふうに音変わるんだっていうことが分かった上でフィックスしてしまえばあとはもうこのままでいけますからコンディションキープしたままでいけますからまあこの大変さを乗り越えられるかどうかですねこの加工をやる価値があるのかって思うのはまあ皆さん次第なので、えー、まあ参考程度に ああだったら本側でいいや、普通に、みたいな方もいらっしゃるでしょうし、プラヘッドがいいから、えー、そういう本側確保してみようっていう方もいらっしゃると思いますので、あとは皆さんの環境に合わせてね、やってみてください。はい、こんな感じで、このチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。 また、メンバーシップの制度を使って、このチャンネルのサポーター様を大募集しています。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同をご支援いただける方がいらっしゃいましたら、同じく概要欄見ていただいて、メンバーシップ入っていただけますと大変嬉しいのでよろしくお願いいたします。また、毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップっていうのもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。